はい、なんか女性企業家のことで、はい、あ、そうですね、はい、入ってます。じゃあ、ここから編集していきますので、はい、DVD を楽しみにしてください。はい、はい、YouTube かなんかで告知されてた時に見まして、はい、しました。はい、で、今度その今までって YouTube で出てたのって、はい、手術が結構思うなやつだったんですけど、そうですね、そうです、今度は女性起業家のためのなんかお話もさせていただける、はいはい、女性起業家を応援するような内容で、女性ならではの、まあ、ちょっと、まあ、困ることだったりとか、気になることだったりとかにお答えできるような、まあ、施術もそうですし、まあ、環境とかモチベーションだったりとか、はい、まあ、そういうのが、まあ、自分自身も女なので困ったことだとか嫌だったこととか少なからず あるので難しかったところとか、そういうのを、まあ、どういうふうに乗り越えたというか、まあ、工夫したかとかいうのがね、話できたりしたらいいなと思ってまして、はい、ありがとうございます。すごい楽しみにしてで、はい、DVD 出るって言ってそういう内容もしてくださるっていうのを聞いた瞬間にもう私買います、はい、って言っちゃったんですけど、ありがとうございます。本当にもう楽しみにしてますので、ありがとうございます。はい、もう出た瞬間に買います、ね、あれですもんね、私の話がまだ出てない時から DVD は出されてないんですよねみたいな書いてくださってて、で出さないんですか出さないんですかって思ってたら出ますよって、はい、あ、待ってました、ありがとうございます、思ってたらそういうことが嬉しいです。その女性企業家のっていうのも、はい、話が出て、はいはいはい、いやもうちょっと早く出してほしかったと思いながらやってますよね。そうそう、これからこれからにもやるやつやな、うん、もうすでに始めた方にも、うん、はい、まあ、はい、やったらやったでまた出てくる問題とか、うんうん、ね、逆にやってからじゃないとわからないこととか気がつかないこととかもあるんですよね、うん、やっぱり受ける側とこちらの気持ちとでちょっとこう折り合わないところがあったりすることもあるので、まあ、意外とその狙った層と実際にいらっしゃる層が合わないとかそういうこともありますし、だから自分なんかも初めてからいろいろコース増やしたりとか、まあ、その予約方法なんかも、まあ、電話だけだったのをネット予約取り入れたりとか、まあ、その支払いの方法なんかもカード払いができるようにしてみたりやめてみたり、いろいろやっぱ試行錯誤しながらどういうお店にしていったらお客さん喜んでくれるかとか、うん、本当に今もまだそういう途中って感じですけど、やっぱり動いた結果が次に出て、でこのまた課題が出てきてこうまたやるみたいな繰り返しなんですよね。ここで終わりっていうのってやっぱりなかなかないので、やっぱいろいろやっぱり段階ありますよね。そのやったことない人にいきなりハードル上げちゃうとそんなこと全然ついていけませんってなる、それなりにこうバリエーションをこうちょっと含めて、まあ、である程度やってる人でも時々はやっぱり初心に帰るとかって大事じゃないですか。はい、まあ、なんか私が言うのも恐縮ですけれども、いやいや楽しみにしてますね。ありがとうございます。大井店店長、はい、須永さんとても素敵な女性なので、ね、なんか話しやすそうですね。話は、はいはい、私自身が好きなので、うん、はい、もうお顔にもなんかねお話好きそうとか楽しそう感がすごいあるから元気が出そう。本当にこの仕事しだして本当にお客様とお話、いろんな、はい、本当にいろんな客層の方と話すのって本当に楽しくて、はいはい、あ、素晴らしい転職ですね。本当にでもね、花澤さんともね、本当にこの仕事してなかったら出会うこともなかったでしょうし、で、ね、YouTube 見てなかったら出会うこともなかったし、で東京に今回来ることなかったらそれもそうですよね。そうなんですと思うと、もう全部がいろんな偶然の結果で、これは来なきゃいけないと思って、で本当にもう今日はもうすごい満足感よかったです。ありがとうございます、ね、なんかすごい楽しみにしてくださってたので、なんかこうそれを裏切ってはいけないなと思ってたんですけど、大丈夫でしたかね、
はい、満足で、はい、まあ、これからも準備頑張れます。そうですね、はい、ぜひその疲れを取ったのでまたね、はい、気持ち新たに、はいはい、無理なさらずにやっていってくださいね、はい、皆さんもでもね下川代表とかもそうなんです、みんなこう本当に助かってます、ね、本当にもう、ね、私一人では何もできないんですけど本当にもう認定セラピストさんのね、チームもガチガチのチームでもやってる感じで、みんな応援してくださってるんで、うん、本当にありがたいです、ね、ありがとうございます。人柄が良さそうだから、なんかいいものに恵まれそうな、うん、でも物件もねいいところが見つかって、本当にそれもタイミングで、ね、うん、全てが全てこのタイミングっていうぐらいガチンとあったんで、はいはい、これはもうワクワクしますね、いけないですね、ねみたいな、そうですよね、はい、もういろいろとなんか私の周りでも私自身もこういろんなことが今活性化してるなっていう感じがすごいあるんですよ、ほがしがし専門さんもそうですし、なんかこういろいろやるぞっていうような気持ちにあふれてる方が多いので、とってもこう私も張りがあります、ね、お互い盛り上げていきましょう、はい、私もなんか微力らがねちょっとお力添えできればと思っております。ありがとうございます。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。